先光山浄水場は大阪府堺市堺区にある浄水場。堺市上下水道局が運営している。1910年4月通水。近代水道としては全国18番目である。当初は大和川から減水を取水していたが、大和川の水質の悪化に伴って1978年11月に取水は中止されている。また、 かつての浄水施設も撤去が進み、事実上、浄水場ではなく、排水場である。現在は、淀川から取水した大阪広域水道企業団、村の浄水場から送水された浄水や堺市内の他の排水場からの送水を一旦先行ん浄水場で受水した後、堺区内に排水している。排水治容量は、高価排水地日と、 地下1地で2万4千立方メートル。厚生労働省の近代水道100選に選ばれている。仙行山浄水場の筒子線行山浄水場では、毎年4月下旬5月上旬にかけて、筒子の通り抜けを行っている。浄水場内の沈殿地の堤防強化や緑化を目的に植えられた平戸筒子約2300本が、期間中に無料公開される。 筒ジの通り抜けは1956年に開始された。ちなみに2011年は東日本大震災の影響で中止となった。2012年からは浄水場敷地内の一部に常時散策可能な先行山緑道が整備されたことにより、これまでの開花時期だけの期間限定開放から常時筒ジを楽しめる環境へと変わった。また、この緑道の完成により、 緑道のツツジと、この時期に開放される、浄水場のツツジを合わせて、千光山ツツジ祭りへと名前が改められた。浄水場の樹齢70年を超えるツツジ約500本と、新しく植えられたツツジ約2000本が、約600メートルにわたって楽しめる。千光山浄水場のツツジは、大阪緑の百選にも選定されている。所在地、 堺市堺区香織川丘町5条1番8号。ありがとうございます。